ここには誰もいねえな。よし、よしよし、クリアだ。安全地帯を確保だ。ライダークラスにチェンジしといてよかったぜ。俺は今風だ。風そのものが俺と言ってもいい。そう、風になりゃいいのさ。このカタストロフを乗り越えるにはそれしかねえ。し、静かに。 So cool! Be cool! Be quiet! OK? 今は動いちゃなんねえ。オイラのためにも大将のためにもならねえとくる。バレンタインデー、微笑ましい西洋の催しとばかり思ってたが、ところがどっこい、It's so bad! とんだ薬味だ。マスター、大将、見られたからには仕方ねえ。黙っててくれや。こうなりゃ一蓮托生ってやつだ。お互い命を狙われてる身みてえなもんだしな。おお、さすがは大将だ。その通り。主典の野郎も雷光の大将も午後になった途端によ、午前とは打って変わって猛攻仕掛けてきやがったんだ。ありゃ死ぬ。兆候がどうこう以前に Death or Die だ。主典がやばいのはいつも通りだが、雷光さんも今日はタガが外れてやがる。なもんいらねえ、俺はガキじゃねえんだしっつった途端にな。牛御前様一歩手前の眼光ときた。まさに坂田マスト大ってなもんだ。わかるか？全くわからない？いいんだよ、フィーリングでわかってくれ。とにかくだ大将、あんたは絶対いらねえとか欲しくねえとか言わねえこった。俺はまあたかだか昔の縁があるって話だろうが、大将の存在は特別だ。マスターって以上にな。新しい主典にとっちゃ新しいおもちゃだ。雷光の大将にとっちゃまあ新しい子だよな。おっと、そうきたか。風になったつもりがもう捕まえられちまってたか。そりゃあそうだな。あんたは俺っちの正真正銘のマスターだった。俺の隠れた先があんたのいた場所ってのは運命なのかもしれねえや。じゃあ何かお返ししねえとな。渡せるものっつうと、まあそうだな、よし、こいつをもらってくれや。俺のとっておきライダーベルトのレプリカだ。まあ大将は人間だからな、気合い込めてもさすがに霊気が変化したりはしねえが、それでも特別性だ。理工系のサーバント連中があれこれいじってるしな。俺っちのお気に入り中のお気に入りだぜ。トロフィー代わりに飾っておくつもりだったんだが、あんたになら渡してもいいや。いや、俺とタンデムを決められるくらいの誰より特別なあんたにこそ心置きなく渡せらな。
好きなように使ってくれや大将。